汽車の中の熊と鶏、小川未明、ある田舎の停車場へ汽車が止まりました。その汽車は北の方の国から来て、だんだん南の方へ行くのでありました。どの箱にもたくさんの荷物が積んでありました。 どこかの山から切り出されたのであろう材木や掘り出された石炭やその他いろいろなものがいっぱいに乗せられていました。その中の一つの箱だけは扉が一ところ開いていました。そしてその中には黒い鉄のがっしりしたごの中に一頭の大きな熊が入っていました。 北の寒い国で捕らえられたこの力の強い獣は、偽物にされるために南の方へ送られる途中にあったのです。しかし、熊にはそんなことはわかりませんでした。ただ、太い鉄棒で作られたごの中へ入れられて、その可愛らしい丸い目で珍しそうに、 移り変わっていく外の景色を眺めていたのでありました。この熊にも親や兄弟はあったのでありましょう。しかし、それらは今、幻素な山奥に残っていて、捕らえられた熊のことを思い出しているかもしれませんが、その熊の故郷はだんだん遠くなってしまったのです。この熊も やはり毎日駆け回った山や谷や川のことを思い出しているのかもしれませんでした。その時、ちょうど停車場の構内に鶏が絵を探しながら歩いていました。ふと鶏は頭を上げると貨車に鉄の籠が乗せられてあってそのうちから 真っ黒な恐ろしい動物がじっと丸い光る目でこちらを見ているのに出会ってびっくりいたしました。鶏はこっこと言って友達を呼ぼうとしました。すると熊は穏やかに話しかけました。私はお前さんをどうしようとするのでない こんなカゴの中へ入っているのでは、どうすることもできないではありませんか。私は、さっきからお前さんが絵を探しているのを見ていたが、なぜそんな砂地などをあちこちと歩き回って、見つかりもしないのに、絵などを探しているのですかお前さんの大好きな米も、豆も、日々も、どこの野原にもたくさんあるじゃありませんか。なぜ、 それを取って食べないのです鶏は恐ろしいと思った熊があまり優しいので二度びっくりいたしました。そうですか。どこにそんなにたくさん米やキビがあるのですか教えてください。と鶏は言いました。熊はカゴの格子の目から大きな体に比較して バカに小さく見える頭をば、上下に振って、辺りを眺めていました。なるほど。ここは家ばかりしか見えませんね。私はここまで来る長い間、どれほどあなた方が自由に住めるいい場所を見てきたか知れません。おそらく、これから行く先の途中にも、そんなようなところを見るでありましょう。幸い今誰も見ていません。 お前さんは、私の乗っているこの貨車の中へお入りなさい。そして、いいところへ私が連れて行ってあげますから。と熊は言いました。岩鳥は、キョトキョトした目つきで、首を伸ばして、あたりを見回しました。本当に大丈夫でしょうか大丈夫ですとも、私はカゴの中へ入っていても吠えられます。もし、 誰か私たちのいるところへやってきたなら、私は吠えてやります。みんなは恐ろしがって、私たちに近づくものはないでしょう。と、熊は言いました。熊の力強い言葉に、小さな鶏は全く撃たれてしまいました。そして、ついに、薄暗い貨車の中へ飛び上がりました。汽車の出るまで、 あの隅にしゃがんでいなさい、と熊は言いました。鶏は熊の言うままにしました。誰も鶏の貨車に入ったことを気づくものがありませんでした。そのうちに笛が響いて、ごとごととなって、汽車が動き始めました。しばらくすると熊はこの時まで まだ、薄暗い片隅に、じっとしているリの方を向いて、もう大丈夫だ。誰もここへはやってこないから安心なさい。そして、まあここから、ちょっと外を覗いてごらんなさい。あんなにキビが実っているじゃありませんか。あちらの谷は、あんなに米が実っているじゃありませんか。お前さんがどこへ降りようと勝手なんだ。と言いました。 鶏は恐る恐る扉の開いた隙間から外を眺めました。田も畑も見渡す限り黄色に実っていました。なるほど。みんな熟していますね。しかし私たちがあれを取って食べたら人間が怒るでありましょう。誰がそれを見ているものですか 勝手に降りて食べるがいい。と、熊は言いました。鶏は震えながら、危なくはないでしょうか。こんなに汽車は、早く走っています。と言いました。これを聞くと、熊は、下げすむような、また、憐れむような目つきをして、鶏を眺めていました。そして言いました。 お前さんは羽を持っているじゃないか。何のための羽なんですか。私は羽などはなくっても、この体が自由になれば、すぐにもここから飛び降りてみせます。そして、この広い野原も、獣王に駆けるであろう、と言って、熊は籠の外の自然に憧れるのでした。ああ、自由に放たれていて。 しかも羽すら持ちながら、それができないとは、なんという情けないことだ、と、熊は歯がゆがいました。汽車はいくつかの停車場に止まりました。けれど、鶏は怖がって、どこへも降りることができませんでした。番方になると、鶏は心細がりました。 私はどうしたらいいでしょうかと、ため息を漏らしながら、熊に向かって聞きました。お前さんなど、どこだって、絵がたくさんにあって、住みよければいいじゃないか。自由にいいところを探すのだね、と言いました。すると、鶏は寂しそうな顔つきをして、いいえ、 私にはそんなことができません。あなたの言うことを聞かなければよかった。昨日まで住んでいました小屋が恋しくなりました。と答えました。そんなことを言ったってもうダメだ。遠くなってしまって帰れやしない。と、熊は言いました。